はいはいはい、こんにちは。引き続き旅を続けていきます。ここから先、浪江駅までは、一部原発の帰宅困難区域を通過するため、電車の運行がストップされていますので、代行バスに乗っていきたいと思います。出発いたします。お気をつけください。中はシートベルト着用義務化となっております。皆様の安全のため必ずシートベルトを締めいただきますようお願いいたします。これより国道6号線通行いたします。この先一部帰還困難区域を通行いたしますため窓はお開けになりませんようお願いいたします。
乗車ありがとうございました。お足元を気をつけて降りください。というわけで、浪江駅に到着をしました。やっぱり復興はまだまだ時間がかかりそうです。この動画はここで終わりです。次はもうレアな形式になってしまったあの電車に乗ります。それではご視聴ありがとうございました。